テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案は昨日衆議院本会議で採決が行われ、自民公明の与党と日本維新の会など参議院に送られました。いとも簡単に数の力で押し切った、とてもでないですけども納得できません。一方参議院では今日の審議入りを求める自民党に民進党が応じず、参議院での実質審議は安倍総理大臣が外遊から帰国する来週にずれ込む見通しです。政府与党は来月18日までの会期の延長も検討するなど、法案の成立に万全を期すことにしています。